竹内純子は日本の声優、舞台女優。埼玉県出身。劇団、BQ マップ及び小木プロザネクストに所属。1991年、佐野日本大学高等学校卒業。日本大学芸術学部の演劇学科に進学したが、2年になってすぐ大学を中途退学した。劇団、BQ マップの舞台に何度か客演した後、 劇団員にならないかと声をかけられ、同劇団に所属する。その傍ら、アルバイトで政治秘書などを務め、ネルケプランニングに演劇業務を依頼した関係で、ラブライブに所属。舞台女優を続けながら、声優としてもデビューした。2011年に第5回声優アワードにて、キッズファミリー賞。2012年に第6回声優アワードにて、シナジー賞を受賞。 声優業では、ナルトナルトの渦巻き、ナルトや、稲妻イレブンの、エンドウモリなど少年役を多く担当するが、イエス、プリキュア後の夏木林、キュアルージュなどの少女役や女性役、夢のクレヨン王国の、ストンストンなどの動物役など、幅広い役柄をこなす。TV で発見。タマゴッチでは作中に登場するすべてのタマゴッチの泣き声をアドリブで演じている。舞台では、 身長が低いということもあり、守られる側の女性を演じることが多いという。声優の仕事をしていく上でのモットーは、嘘をつかないこと。声優を始めたばかりの頃は、女性が少年を演じることに、敷居の高さを感じていたが、発明ボーイカニパンで、とっかかりがわかり、メダロットで一つの方法論を確立したという。竹内は、メタビーを演じたことで、 ナルトを演じられるようになったんじゃないかと語っている。また、少年役を演じる上では、かっこいい斜め角度なイメージではなくて、普段のかっこ悪いところこそ大事に演じていると語っている。太字はメインキャラクター。担当俳優映画、ドラマアニメブックマップ、放送中放送終了ラジオドラマ。ありがとうございます。